でもかっこよかったもん。ということで休憩も終わりまして、まあ、あの4曲ですね、久しぶりに、今回、ライブさせていただく中で証券の曲を4曲カンカンとやろう。聞いてる？あ、聞いてない。4曲やろうかいうことなんで、次、リクエスト曲4番目、3番目の曲をやらせていただきます。あっちに行きます。お世話になります。Thank you.
知っとんじゃんキャメン。
喋ったんで、それしか考えてなかったんで。あとは、頼むで、さっきまで司会しとったし。いや、今日は本当においからもよく、本当に、ねえ、ザ男ということで、最初にバンド組んだ時、ザ男っていう名前はもう、まあ、なんていうのかな、なんかこう、何も考えず決まったんですけども、そろそろザ男っていう名前ちょっと、なんとかしてほしいんですけどね。友達とか誘う時、どんなバンドやってんのでしょうけど、あ、かっこいいね、バンド名はって、ザ男って、なんやそれ、そういう流れになるんですよ。まあ、インパクトあるでしょ。あ、まあ、だからこう、前と後ろとかに何かつけるとか、後ろにザ男ファンキーモンキーバンドとかそういうなんかこうちょっとこうひねってみたらどう。いや、もっとファンキーにならなあかんでしょ僕ら。あ、俺あれ十分ファンキーやん。さっきまでサンタクロースやってさっきまでサンタクロースやったみたいで、桜井さんおんねんで今日桜井さん桜井黒いね、なんか真ん中すごい男らしいね、なんかずっとこう、なんていうの、後ろのね、そのカーペットね、溶け込んでるもんやから、もう開けるって首だけ浮いてる感じやね、ほんまに。まあやるでしょ、そんなこと。もう、ええ年やねんか、やめときましょうね。なんかね、風船うさぎの、ギターのしげさんが、桜井さんと同級生やから、年ばらしといてって。同級生なんてね。同学年。60歳。63なんかものすごい石だって59じゃん言ってる。しげさん言うときましたよ。わし一人や嫌や、わし一人還暦なんの嫌や。僕ギターなんですよ。ギターはどっちかと咳込みながらギター弾いてるのが関根山なんですよ。ひりってるの、ね、ちょっと不健康な感じ、不健康な感じじゃないけど。